アナザーストーリーズを先日1月25日と何でしたっけ？2月2日に再放送、あ、2月5日か。再放送がっていうことで。まあ別にそれの、何でしょう。感想を語るっていうかね。まあ何でもいいんですけどね。明日のジョーを中心になんかいろいろおしゃべりができればなと。そう、それで、アナザーストーリーズね、見まして、冒頭、ちょっとなんか、談笑してるシーンに、映ってましたけど、割とね、熱っぽく語ったんですけどね、質問いろいろ受けて、全然、一言も喋らずに、わーわー言ってるだけ映ってたっていうね。一応ね、いろいろ、質問されて、熱っぽくね、僕の明日のジョーカーみたいな語ったんですけどね。だからやっぱり番組としてやっぱり明日のジョーを読んで、ジョーに憧れてボクシング始めましたとか、やっぱりそういうのが良かったんですよね。そうなんですよ。その中で、質問がやっぱりこう、なんだろうな、こう、割とストレートなんて言うんでしょうね。どんな質問だったかな。なんかこう、やっぱり、番組のホームページなんか見ると、なんつうんですか、コンセプト。あなたが気になるあの事件の裏には、そのアナザーストーリーズのね、あなたが気になるあの事件の裏には必ずもう一つの物語がある。だからまあ、多分明日のジョーって物語を単に追うということでなく、作品に突っ込むというよりは、その当時のね、周辺の物語というか、裏話っていうかな、なんでしょうね。もうちょっと別のところで何が起こったかみたいなところを、まあ、まとめる番組なんでしょうね、そもそもね。なぜそういうあれなんで、なんかこう、真正面から作品、云々を語る番組じゃなかったのかな。まあ、なので、ああいう作りだったんでしょうけどね。まあ、なんだろう。明日のジョーという作品があって、その周辺で起こったことをいろいろ、その明日のジョーを軸に、いろんなこうアナザーストーリーいるんだったら、まあ、作品自体のそのスタッフ、アニメがどうだとかね、実写がどうだとか、そういう広げ方もあったのかなっていうような気もしたんですけど、まあ、ああいうこう、明日のジョーを見たそれぞれの人々のストーリーみたいな感じになってましたよね。でもなんかこうね、一つ思ったのは、やっぱり前半の、学生運動云々というところに関して言うと、まあ、使い古された切り口ではあるんですけどね、使い古されたっていうか、もうセットっていうかね、なんですけど、まあ、福島さんって、なんか、詩人で叫んでらっしゃいましたけど、ああいう人が出てくるのは非常に面白かったっていうかね。あれ本当に学生運動をしっかりやってらっしゃった人が、まあ当時のあれですよね、右手に朝日ジャーナル、左手にマガジン、ちょっと右か左か忘れましたけど、ああいうところリアルにいらっしゃった方がね、ちゃんと顔出して、コメントするのは面白かったですね。ああいう思ったんですけど、今までああいう明日の情を取り上げた番組で、まあ、なんて言うんでしょう、いわゆる本物の人っていうかね、学生運動やってたような、本当にその朝日ジャーナルだ、左手にマガジンだって言ってた人って、あんまこうちゃんと出てきたことなかったんで、そういう意味では、すみません、そこに関しては多分でも話は聞けるんで、ああ、正直、まあね、それはわかるんですけどね。わかるんですけども、そう。まあまあ、ほんまもんが出てきたのは面白かったかなと。ほんまもんっていうのは、やってらっしゃった人がね。
学生運動、まあ、そういう意味で今回福島康樹さんってね、ああいう人が出てきた。だからツイッターチラチラ見てると、なんかああいうの全然共感できないぜみたいな意見ちょいちょい見ましたけど、まあ共感は別にしなくていいと思うんですけど、ああいう熱いね、今でも熱い人たちがね出てくるのは面白いなと思って、多分ねそういう人を、まあ、もうテレビ局ああいう番組作ろうとしてこうしすると何て言うんでしょうね、出しやっぱりこう接触するのも怖いでしょうしね。で、かつて運動やってて今はそんなあんまりそういうとこ関わってない人っていうのはなんかね、こう何でしょう、今更振り返りたくないみたいな人も多いと思うんで、ね、なんか多分そんな理由であんまりこうリアルな人って今まで出てこなかったんじゃないかなって思ってたんですけどね。まあなんかあんまり明日のジョーの話になってないですけど、まあ番組としてはね、好き嫌いはあるでしょうけど、ああいう当時本当に尖ってた人が生の声で喋るっていうのは良かったんじゃないかなと、ちょっと思いましたね。後から振り返るとね、ちょっと一回目見た時ね、さすがに番組も、どうかな、ちょっと物足りなかったな、新しい情報も出てこなかったしな、と。番組的にはそう、福島康樹さんとかね、そう、全教頭がどうだこうだったんですけど、やっぱり一方みたいなところでね、山崎照友さんの登場ね、あれ良かったですよね。そう、どうしてもその審査役みたいな切り口ばっかりなんですけど、体制側って言い方もどうかと思うんですけど、極真のね、山崎照友さんのコメントも面白かったですよね。俺は勉強したくて入ったんだ、まだ何邪魔してんだみたいなね、こうまあ両面から見てやっぱりまあ当時の、明日のジョーのこう読まれ方みたいな、まあそうですよ、まあそんな感じで福島さんの登場、山崎照友さんが出てきてしっかりこう、当時の、まあ、震災区とその体制側っていうのがまあちゃんと、まあ、両面から書かれてて面白かった。あとそう、視点1っていうのが矢吹城、番組の中でね、視点1っていうのが矢吹城っていうのがあって、それで視点2でライバル力士通ると。そう、あれ、丸山正夫さんが出てらして、そうか、お葬式の、力士の葬式の様子とかかかったのかな。もっとね、語ってもらったら面白いんですけどね。もっとね、だからやっぱり、作品を読んでて、まあこの後そのライバルを力士取るっていう視点があって、その後、ジョーに見せられた女性たちっていう視点があってってありましたけど、やっぱりこう明日のジョーを取り巻く中、やっぱりねクリエイターとか編集者とかそういう番組が見たいなって、力士がやっぱり死んだ時点でまあいいんだろうな、いいんだろうな、千葉先生はもう明日のジョー終わらせようみたいな意見を言ったらしいんですよね、どうも。ところが、やっぱり続けようよって言ったのは梶原先生らしくて。まあ、やっぱり本当、力士亡くしちゃって、まあそういう意味では千葉先生もちょっと燃え尽きちゃったのかなっていうか、なんでしょうね、お葬式あって、ちょっと、いや、もうこれ、重いなと思ったのか、ちょっとわかんないですけどね、その辺は。でライバル、そうそう、ライバル力士通るっていう視点があって、それで最後にまあ、あれですよね、ジョーに見せられた女性たちっていうことで。あ、白木陽子がね、なんかちょっと出てきて、ちょっと女性ならではの視点っていうよりは、もう本当にアスリートの視点と、もう作家の視点っていう感じでね。多分でもこのね、女性視点の意見を拾おうっていうそのスタッフ側の発想っていうのはこういった たまにねツイートとかでね見かけるんですけど、明日のジョーファンに女性いんのかよみたいな、あるとの血と汗とでど根性みたいなあれで、そういう明日のジョーって女性も見てんだよみたいな、こう意外な角度視点みたいなつもりで上げたんでしょうけど、それって本当ね、やっちゃうんですよね。
僕もあのこう明日のジョーファンっていうね、まあ、小学校の頃からやっててなんか、オフ会なんていうのは、まあ、20年ぐらい前からね、そうそう意外なのかってなっちゃうでしょ。でもそう思ってる人多いと思うんですよ。オフ会なんかやるとまあ半分女性ですしね、こうやってあのツイッターなんかやってもフォロワーとかねフォローしてると半分ぐらい女性ですし、女性のファン多いですよね。あのマガジンのよくあの明日のジョーが好きなんだっていう投稿とか詩とかね見ても女性の投稿とか多いですよね。うん、ね、あのそうちょっとやっぱりね気になって、まあ構成上ね、まあ最終的に納得できたんですけどね。やっぱりそこまずこう紹介ってあの番組の中ですよ、番組の中でもやっぱり千葉先生が出てきて、ちょっと僕が個人的に引っかかったのはね、あの、千葉先生の仕事場がね、まあちょっと入院中で仕事場だけ映りましたけど、あのここで矢吹城は生まれたみたいな、いやいやここで、まあまあそれ間違いじゃないんだけど、生まれたのはやっぱり、宮原当時のね少年マガジン副編集長から梶原先生にこう何ぞこう依頼があって、まあ最初にねあのテーマがあるわけですよね。こうテーマがっていうのはその、組んでちょっと漫画いろいろやっていきましょうよ、中でその巨人の星は親子がテーマで、で師弟をテーマとした明日の城があって、でまあ男女のテーマとした愛と誠があってみたいな、まあまあそれがちょっとどの段階でどうなったのか分かりませんけど、で明日のジョーをやるにあたってなんか人物像を語るんですよね、宮原さんが。そこでまあ梶原先生が受けて、まあ、そういうイメージだとあれだなってこう美しきニヒリストだなみたいなこう、解釈をするんですよね。ちょっとすいません記憶だけで喋ってるんでめちゃくちゃいろいろ端折っちゃってますけど、そういうところがやっぱりまあ矢吹城の原点であってね、それを受けてまあ千葉先生がうまく肉付けしたというか形にしたというか生み出したというか、まあその、千葉先生の仕事を移った後しっかりまあ梶原先生の話になって、それでキャラクターを生み出したみたいな解説はあったんですけどね、やっぱりあの千葉先生軸でいろいろ語られちゃったのがちょっとあれかなという気がしました。そう、それでもう一つね、あの番組見て思ったのはやっぱりこう著作物というかね、クリエイターの生み出したもんっていうのはこうやって接するんだぜ、こうやって味わうんだぜっていうところをね、あのしっかりこう見せてくれたのかなというような、あの気はしておりましてですね、まあ、それもテーマなのかなって勝手に解釈してたんですけど、まあ、ゆえにちょっとさっきも言いましたけど、まあ、最初にねあのわーわー言うとる、あの未だに明日の城が大好きなファンの集うお店が映って、で最後にね明日の城に影響を受けてあの、ボクサーになって、ボクサー辞めてからパン屋始めてみたいな、あのそういうで遡って連載開始からしっかりこう時系列で追っていってみたいな、ああいうこうね、今なお影響を与えるっていう、まあそういうね、あのなんだろう、ちょっと何言ってるか分かんなくなってきましたけど、そんなところがね、あの見てる方も良かったかなと思いましたけどね。そうなんですよ、あの1回目見た時はねやっぱりあんま新しめの話題ないなと思ってね、ちょっと期待すぎたなと思ったんですけど、夜よくよく考えてみると本当にさっきも言いましたけどね、あの福島康樹ってあの詩人で、もう熱い おじさんおじいさんなのかな、もう年齢的にな、おじいさんってことかね、おじさんか、ああいう人が出てきたりね、さっきも言ったんですけど、ほんまもんのこう学生運動してた人ってね、なんかあんまりこう古傷、今ですよ、こう令和の今のようになってあんま古傷触られたくないとか、なんでしょうね、なんかあんま顔出ししてもとか、場合によっちゃ本格的にまだ潜伏してる人とかね、いっぱいいらっしゃると思うんでね、
熱っぽくああいうふうに語られる方がね、あの出たのは面白かったなと思ってね、うん、なんて思ってますけどね。まああの総じて面白かったんですけど、やっぱりこうそうっすよ、やっぱりもっと作品のねマニアックな部分を知りたいっていうのがね、まあでもこれもいかん話でね、やっぱこんな長年ファンやってる人間が新たに何て言うんですか、新鮮に感じるネタを一丁紙、一丁紙言うと怒られますけど、スタッフの方一丁紙のこの、批判してるんじゃなくてね、取材からこう出てこないよななんて思ったりして、そうだからまあ僕としては初見パッとはやっちゃったなっていう感じがありましたけど、まあまあ後から噛み締めると割と面白いなというふうに思いましたけどね。やっぱそうそう、三夜の当時の本当に1960年だかそれぐらいでしょうね、あんだけ人がわーわー言って多分映ってたのは都電がまだ走ってる頃、だから涙橋駅付近の映像だったと思うんですけどね、とか、やっぱりこう大学の中で当時はね現代の肖像とかいう番組から、そうそう、三夜映像良かったですよね。ああいうのはね、そうそう、写真だと言われてるんですけど、本当にリアルですよね。リアル、リアルドヤ街、リアルドヤ、まあリアルドヤ街とは本物のドヤ街映してるんで、当たり前なんですけど、本当、明日のジョーのあの世界、当時の世界ですよね。まあ本当、そういう意味では変わっちゃったんですよね。今、あんな、まああんな、おっちゃんいっぱいいたら本当近づけないですけど、まあまあ結構怖いおじさんちょいちょいいて、今でもこう道端で寝てる人いますけど、近づけないってことないですもんね、とりあえずね。まあまあやっぱりこっち感じがすごいな。第三の視点で登場した有村さんとかってさ、話してる内容はどうだったんですが、前の方々の時代という背景が希薄、ああそうですよね、だから本当にそう、時代じゃなくて本当個人の、明日のジョーがこんな影響を受けましたみたいな、そういうお話だったのね。そう、あれはもう有村裕子さんなんか有村裕子さんで一本番組作っちゃいよぐらいのね感じでしたけどね。本当に今でも綺麗で感動的でしたけどね。もっと作品に突っ込んでいってほしかったですけどね。その明日のジョー誕生のアナザーストーリーとか言ったんですけど、誕生とかね、うん、アニメにする時のアナザーストーリーズとかね、そっちで掘り下げていってもらったらもっと面白かったんでしょうけども、まあそうなってくるとちょっとな、ダークの時に今回集まったファン、学生の番組のファンについて、そうした背景も一緒に、ああ確かにね、そうそうなってくると本当に作品にこう切り込んでいけるっていう視点になってくるなっていう気がしますけどね。そう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 、そうなんですよ。だからどうしてもね、そう今もだから続いてるみたいな、学生運動と力士の組織っていうのはまあ本当ネタとしては使い古されてるんでね、ちょっと辛いですよね。そう、どうせお葬式取り上げるんだったら動く映像が見たいんですけどね。あいつだったかな、驚き物の木20世紀だったかな、あの時ちょっと動く映像が出たんですよね。ニュース映像なんでしょうね、きっと。そういう、なんか、どっかで見たような写真とか、今回も番組の中で写ってたのって、あれ、丸山正夫さん所蔵の写真の、
多分撮影ですよね。やっぱりツイッターで見てると、本当明日のジョーでも検索していろいろ見るのが日課になってますんで、1日2回ぐらいそんなことやってるんですけど、やっぱり本当震災後のおじさんトークっていうのは嫌がる人多いですね、やっぱりね。共感できねえみたいな。まあまあ別に共感しろって言ってるんじゃなくてね、ああいう読まれ方したんだよっていう。まあ僕も別に決して共感はしてないんでね。でもああいう読み方あればこそ今まで、伝説として語り継がれてるっていうのが一面真実なんだと思う。そう、誰かが言ってたな、確かやっぱりあの頃学生運動でも尖った人たちも、ちょっとお祭り騒ぎが終わって68年、69年ですか、大学を卒業していって、まあ普通の勤め人になっていくわけですよ。まあ多分そういった方々の中にやっぱ明日の上ってすごい作品漫画があるんだよっていうような方々、多分その出版社であるとかね、マスコミであるとか、そういうとこに、就職された方多いと思ってて、映画会社とか、でそういう人たちがまた80年に入って盛り上げたっていうのは多分あるんでしょうから、今の70年代連載当時は引きずって、こう神格化し、まあ神格化って言われますけど、こんなすげえのがあったんだぜ、燃えたんだぜっていうのを語り口で、実際体験した人がある程度いい年齢になっていろいろ決裁できるような立場になって、それでまた続いていくっていうか、まあああいうの踏まえたからこそね、続いていったんでしょうね。まあそんなこんなで、本当また付き合ってください。もう私の生きがいですから、明日の腸活がね、インフルエンザとして頑張っていきます。